石原くんと立田くんが好きになるタイプ分かっちゃった。どんなタイプなんだろう。これはモカも気になるのです。ちょうど女子力向上たまのヤンキー長女は本日のヤリラフィラに地上をしてもろてしてもろてロバーちゃん。人の心が読める女子高生に言い当てられたら。昨日読んだ少女漫画が面白くて読むの止まらなくてさ、相手がどう思ってるか分かんない時の駆け引きとかドキドキしちゃうよ。少女漫画のことはよく分かんないけど、駆け引きってどのジャンルも盛り上がるよね。僕もそう思うのです。私の名前は水戸ゆりか。幼なじみの獅子原聡太は少女漫画が好きで女子力高めな男子。こう見えて実は中学時代ヤンキー構想区域をたった一人で一掃した伝説の元ヤンなんです。なんかあっち盛り上がってるね。峰内さん、なんで私の考えてること分かっちゃうの。さっきから当てまくってるじゃん。心が読めちゃうってすごいことだよね。峰内さんとババ抜きやったら誰も勝てないとか、それで人の心が読めるって広まっていったんだっけ。正確に言い当てると聞いたことがあるのです。タッタ君も心が読めるというのは気になりませんか。別にまぐれなんじゃねえの。俺も混ざりたい。次は誰を見ようかしら。そうだ、獅子原くんたちがいいかも。ちょうど私を気にしてるみたいだし。獅子原くんたち、そんなに気にしてくれるんだったら試してみる。わあ、いいの。みんなが思っていること。水戸さんって勉強もスポーツもできるけど、それをひけらかすようなことをしないよね。そういうとこ尊敬する。ありがとう。でも特別なことはしてないよ。毎日続けてたらできるようになっていったって感じかな。そうか、水戸さんは勤勉で何でもスマートに見えて大雑把なんだろうな。続けるって深く考えすぎちゃうと苦しくなっちゃうから、今も私の話なるほどくらいで聞いてるでしょう。まさにそう思ってた。胸内さんとゆりかってあんまり話してるとこ見てないけど、ゆりかのこと分かってそうな感じある。次、花井さんいいかな。はい、なのです。なるほど、花井さんは実はよく考えてるけど言いたいことをなかなか言えないでいるよね。今もすごく緊張してて何をどう話せばいいのかわからないし、私を気分悪くさせたらどうしようとか考えてる。すみません、その通りなのです。謝らないでいいよ。それだけ相手のことを考えてるってことなんだから。お気遣いをありがとうなのです。立田くんは見た目に反して優しいね。は？敵意がないんだよね。今私と会話する立田くん、どうでもいいって思ってるね。それでも話をなんとなく聞いちゃうのは、私を気遣ってる部分が少しあるかな。面倒見がいいっていうか、多分下に兄弟いるよね。なんだよこいつ、割と当たってんじゃねえのか。割と当たってるって思ったでしょ。実は優しいとか、今の反応もギャップ萌えするね。タッタ君、優しいのですね。うるせえ。最後俺の番だね、お願いします。獅子原くんは心を読む必要がないくらい感情豊か、それでいて温厚。何話してくれるんだろうって期待してくれてる。だけど私が気になるのはもっと別のことで、何かの拍子にカッとなることがあるよね。あんまり自覚してないみたいだけど。もしかして元ヤンなのバレそう。話そらさないとまずいかも。ソータも当たってるね。胸内さんさすがだよ。だよね、俺もそう思ってた。ちなみに獅子原くんと立田くんと話してみて好きになるタイプ分かっちゃった。え？二人とも知的で落ち着いていて包容力のある女性がいいと思ってる。ってことは例えば峰内さんみたいな人ってことじゃん。そうは思ってなかったけど。興味ね。誘導。さーて、ちょっとずつ意識させてこうかしら。タツタくん、タツタくん。なんだよ。タツタくんはあまり人の目を見て話そうとしないけど、気づいてる？私と話すときは他の人とちょっと違うの。そうか？目が泳いでるのは意識してる証拠なんだよ。タツタくん、峰内さんを意識してらしたのですね。おい、決めつけんな。あ、タツタくん。なんだこいつ、左右どっちに行っても避けらんねえ。
私たち気が合うね。ま、視線で大体分かっちゃうだけなんだけど、モカも後ろで見ていて峰内さんと息ぴったりだと思ったのです。たまたまだろ、こんなの。ちっ、花井さん、雰囲気をぶち壊さないでよ。今度そのカフェみんなで一緒に行こうよ。うん、いいね。シシアラくん、ちょっと話したいことがあるんだけど、いいかな。全然いいよ。って言ったら席外すとかしないの、ミトさんってば。私、周りからは落ち着いてるねってよく言われるんだけど、本当は明るい子になりたくて、シシアラくんみたいな周りを明るい気持ちにさせちゃう人に憧れてるの。周りの反応を気にしすぎないで、なりたい自分でいる方がいいと思うよ。結論出すの早っ。もっと一緒に悩むとかしてくれたら、こっちのペースに持っていけるのに。ありがとう、話聞いてくれて。シシアラくんは人に見せる優しさに違いがあるね。例えば私に見せる時の顔と周りに見せる顔違ってるんだよね。え、そうだったの。ソータが優しいのは昔からだよね。分け隔てなくって感じでさ。ちょっと口出ししないでよ。昔からって、そういえば幼馴染だったわね、この二人。シシアラくんって赤色が気になる？そうだね、どうして急に？私のシュシュ気にしてたでしょ。ほらこれ赤だし、気になる相手のことは見ちゃうんだなって。あ、胸内さん、そのシュシュかわいい。ソータもこういうの好きそう。そうそう、どっちかというとそれだね。ちょっと、ミトさんは黙ってて。え、私？何かしたかな。今シシアラくんと話してるの。幼馴染だからってくっつきまくってほんと邪魔。なんでユリカにそんな当たってんの。しまった。皆さんどうかされましたか。なんか揉めてんな。あんたたちはなんで思い通りに動かないのよ。思い通りって、あれだけ私を意識するようにしてたのに。意識ってわざとやってたってこと？だからあんな話しかけてきたのか、妙だと思ったわ。心を読めるなら俺やシュンの心が動いてないことくらいわかるんじゃない？その通りよ。どうして誘導するようなことを。だって人の心が読めるのすごいねってみんなが言ってくれるのは嬉しいけど、それだけでモテるわけじゃないから。男の人を振り向かせたくて引っかかりやすそうかなって、シシアラくんとタツタくんをターゲットにしたの。心を読めるっていうのはすごいことだけど、恋愛したいと思うなら自分が自然に心が動いた人に大事に使っていきなよ。誰でもいいんじゃ結局相手にそれが伝わるし失礼だよ。そうよね、相手がどう思うかも分かっていたはずなのに。嫌な気持ちにさせてごめんなさい。人はそう簡単に思い通りになんかできないものよね。応援。胸内さん、心が読めるっていうやつもうやんないの？できれば最後に俺のことを見てくれないかな。え？俺の気持ちを知ってほしくて。うん、もう読み取ることはやめるけど、よかったらお話し相手になってくれない？わあ、あれって恋の駆け引きってことになるんじゃ。応援してるよ。ソータ、覗き見しないの？ソータの言葉もあり、胸内さんは人の心を読むのはやめて、人との付き合いを大切にするようになったのでした。今日の動画はどうだった？この動画のオープニング曲を紹介するね。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。